ださい。どうぞ。まずは0回戦1回戦ともに全て A 番台で、移してから、B 番台をルーザーズ進めていこうと思います。先ほども説明しましたが、0回戦1回戦のルーザーズグループとルーザーズグループなんか言ってて変な感じですけど、まあ、2回戦以降の、配布、そして3回戦の配布と最初の方で負けてしまえばだいぶ試合はできる感じでお得ではあるんですが、勝たなきゃお得ではありませんので頑張ってください。だから倍ぐらい違うんじゃないかな、3倍か、まあ、ちょっと説明がめちゃめちゃ下手になってしまったんですけども、マルハンさんのソルと、TKC さんのクムヘヨンですね。クムヘヨンさんの TKC さんと今言いそうになってちょっと危なかったですね。さあハヤブサ落とし非常に強力なんですけど、ソルがね低姿勢のこの足払いがだいぶ面倒くさい印象です。ハヤブサ落としからキングスタチハイスラー、そして地上ガトリングはほとんど目押しなんですけどもね、やっぱこの置き詰め先にライオットスタンプ、ボルカニックワイパー、そしてこのグランドバイパーとね全てこのフォローするのは難しいということで、いかに読み合いをノーマルヒットだカウンター引くかと思い込みブリンガーでしたね。さあ画面上上海引きずり下ろしてブリンガーからボルカニックワイパーでかい引っかかってライオットスタンプ、ジャンプベース踏んでいる、ポンと飛ばしておきつめ中段としてバーストを読んで 2P からと 1P しっかり目をしてつないでいきます。日本選手は DKC さんのクムヘヒョン、クムヘヒョンヘヒョン難しい、ぐる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 からの最大痛みからのおきつめはジャンプキーのめきが左手ですね。キングス、キングスとおそらく前はい前はい前はい3回からちょうどこれはキングスキングスキングス 2P からしまい、ちょっと届かないがジャンディブリンガー空中投げのあれですね。さあしかしここはダメ、ジャハイすげえそれで2敗されたっぽいんですけどね、足に剣刺さりましたね。これはなんだとガードさあちょっと確信コードが多すぎたか、足前から少年ガンさあチョイスのガードしてデッドアングルからゲージ入ってしまったか、少年ガン指先が振られて自殺勝ったのはTKC さんのグムとなっております。おめでとうございます。マルハンさんはルーザーズ行きです。頑張ってください。続きましてカフさんのラムレザルとトゥリオさんのイノ A 番台です。そして0回戦第3試合がこの後 FAB さんと唐揚げさんのスレイヤーを行い、その後は、ルーザーズができ次第 B1 の予想をしていく感じになります。サトゥリオさんのイノですね。対戦相手はカフさんのラムレザル。さあ本日初プレイのトゥリオさんと先ほどまで大胸での試合をこなしていましたカフさん。さあ今日最近はねだいぶ寒くなりましたから、まあ、冗談抜きで手が温まってないと動けないこともありますからね。さあワッシュを使っていく、消毒早い展開で大金を決めていきます。アンプハイスラから拾い直した金数素晴らしい画面端。さあゲージを持った状態での起きては非常に厳しいが、さあここは停止よくで表2枚ブリッツをためたかロマンキャンセルがジャンプエースジャンハイ桃源グージダッシュ。さあまず1本選手はトゥリオさんのいいな、さあ大木 5P ダッシュハイ空中ダッシュケミカルからジャンハイケミ画面端ジャンハイからタッチ P 相手の動きを止めて、さあホルキャンじゃねえやジャンディホルキャンダッシュって言いそうになったら、まあ同じどっちもいいダメだしさあしかしここはマルゲスあさってこちら音符が重なっています。ジャンプリーここでバストちょっと剣をない状態どうするかというところを美濃川はねそこまで細かく動けないので、さあ空中ダッシュ通していきました。この辺りがやっぱネックですよね。キンスタッチハイからコンボがつながります。さあそして表裏か飛んで回避、おっと飛んで 2K が刺さる下段からダメでしょう。さあ睨み合って剣を動かして去っていく、ゲタ押し切ってブリッツ、いい判断でしたがここはバースト。じゃあ相変わらず届かない、どうする、ああなんか誘ったか、ちょっと高めだった、これは意図しない当たり方。タッチ P からのゲタンタックを決めていきます、最初ラウンド。だいぶこのゲーム先行入力効くんですけどね、ジャンプ系とかこう深めに当てようとした空中ダッシュ、先ほどねなかなか追撃難しかったですね。画面端ジャンプ攻撃刺さるが剣を持ってるし、おいしいが KS タッチ系 2S ケミカルから、ここは縦ケミカル攻めていく、ケミカルに対して遠距離レースを狙っていきますが、ここはギリギリ当たらない、この前ですね、お互いにやっぱ AS も面倒くさいんですが、ケミカル当たってもダウン取られるということで、本当に一瞬の油断で持ってかれてしまう前ですね、両者。さあ下段ロマンキャンセルからはじ、ここでバースト確定ポイント使っていくが、ケミカルが先端が引っかかります。さあ UD フレームがおいしいぞ、 PPP からそしたらジャンプキャンセル触りに行く、さあ下段ダウンを取って画面はじ、さあ空中ダッシュ通すが、さあ次の奥攻めでブリッツが暴れたぞ、 2K が通って、さあちょっとかなり下っているが空中ダッシュ、タッチ B が発生間に合わないか、下段を通して届かないしかし最後やはりジャンプ D ですね、信頼してきました、勝ったのはトリオさん。はい、では A1 内で FAB さんのポチョムキンとからげさんのスレイヤーをお願いいたします。5番はカフさんのラムレザルですね。さあこの試合が終わりますとまず1回戦、ホヒコさんのラムレザルとタナワタさんのスレイヤーを行い、TKC さんと中山さん、ふもさんとトゥリオさん、 FAB さん、唐揚げさんの勝った方と俺となります。よろしくお願いいたします。どっちだっけ。さあ FAB さんとからげさんのスレイヤーですね、 FAB さんのポチョムキンとからげさんのスレイヤーですね。パッパーチからとブリッツ取って、ジャンペス当たりません。タウンを取っていきたいところでしたが、お互いにゲージを 25% 使っての読み合い、さあ前捨て前捨て、早いぞ展開が、前捨てだけ、これ投げ暴れしたくなるところですけども、ここは我慢我慢我慢からお前ね、ここが読み合いに勝っていきますが、なかなか続けることそのまま吸い込まれていきました。画面上ジャンピーから当て投げバスターからの体力が追いつきそうなところ、ジャンエス刺さってゲージはブリッツ、先ほど同じ展開ですがブリッツで返してきました。素晴らしい。さあ第2ラウンド、投げの威力が違いすぎると、確かにポチョムキンバスター駒投げですからね、これで通常投げと同じくらいだったらさすがに誰も使わないんじゃないでしょうか。ウッドロス危ない、前下投げ、いやーピマーカーとポチョムキンバスター回していく、おっと前ジャンプが出ないか、画面足、さあ試合すらカウンターヒットから前、ハンブレ前 K 当たらない、ここはチャンス 2K、 これ嫌だな、ポチョムキンバスター回る、おお当たるか当たる、前目が後ろか、お互いに空振り、おーっと投げを抜ける、勝負をかけた、これ死ぬんじゃないか、トリシューラーじゃんけんハイスラッシュを通していきます。すげえった勝ったのは、FAB さんのポチョムキンです。おめでとうございます。さあ続きまして A 番内でホヒコさんのラムレザルとタナバトさんのスレイヤーお願いいたします。唐揚げさんは2番のルーザーズということで、マルハンさんと、ソルと唐揚げさんのスレイヤー B 番内で試合をお願いいたします。じゃあ中山さん後で試合なんで、FAB さんと俺の試合ということで、中山さんにとっては非常に心苦しい実況となると思いますが、俺のことは見捨てて、押田さん申し上げてくれ、頼むみたいな感じでお願いします。さあ、試合の方はこの後の実況についてね、相談してるところです。やべえ高さで前ハイスが当たっている。金 S、S から金 S、足払いよく攻めはどっちヒールキャンセルから投げを狙いに行きました。ここのエビ、あーぶんねえバースト、しかしよけてじゃんけん、金 S、円 S、前ハイスラ、前ハイスラ飛びに引っ掛けたいところ、あーしーやーしないだかもしれない、いや大丈夫まだヒールキャンセルからしかしゲージを入ってしまった。 2P から空中投げ狙っていきます。素晴らしい。さあそうですね、ツイッターでラムレザルの開幕に対してめちゃめちゃ調べていたということですが、ここは無理せず距離を取る両者。さあ星子さんがこちらジャンプ S、ジャンプハイサルを引っ掛けてゲージ回収して有利に試合を進めていきたいところですが、ワンパンチがヒット、まあシルバに近い待ち構えます。シールドヒールキャンセル、空中投げからの中段卓、画面端貼り付けて金 S、遠距離 S からダストアタック、ペンペンペンと決めて足払いから置き攻め、どっち下段からの段を奪って決めていくジャンプ。さあノー中段っぽい感じでしたね。今よくガードしていましたが攻めは続きます。画面端クリップ、おっと当たってしまったがちょっとバックサイドに引っ掛けてうまいがジャンに当たらない。空中投げ、さあ分からなくなってきたぞ。上海少し早かったか、打っていく DOT は当たったりしないですね、さすがにね。さあ空中ダッシュ、バックステップに引っ掛けていきます。さあケインをここは発動、じゃけキンです、キンです前ハイから追いかけますが、ここは逃げます。ノーマルヒット、さあゲノンタクが当たって逃げて前ハズラノーマルヒットですね。さて B 番台勝ったのはからあげさんのスレイヤー、おめでとうございます。さあブリッツ返してケインが動く、ジャンプリーガー、ケース、エンエス、金エス、足払いからの奥攻め、中段ガード、止めに引っかかってしまった。これ本命どうしてエンドス、すっげー高いから何でも入りそう関田さん早いっすね、やはり勝ったのは田中さんのスレイヤー、おめでとうございます。小彦さんのラムレザルはルーザーズとなります。TKC さんのクムヘヒョンと中山さんのジョニー A 番内でお願いいたします。4番に小彦さんです。その桁外れの力も知性も君はただ与えられただけの赤子に過ぎない、重くなるものを裁けるのか私は。でこの試合が終わればどこだ、中山さんと TKC さんですね。 OK 行きましょう。スターダスト中山ドラゴンもやばいですね、もう人じゃなくなりつつありますが大丈夫でしょうか。いきましょう、 TKC さんのグムヘイヒョンと、中山ジョニー。グムヘイヒョンが3回されてれば1年間とか言ってる、なんて言ってるんですかねあれ。あと総裁投げて超念願からのここでバースト当たって 100%、危ねえ、しかし浮きが高いが浮きはすげえのがリバーサー飛んできた。上半身無敵です。1メーターかはやぶさデッドアングル、画面足追い込む、真剣からデッドアングル返していく、ジャンプからゆっくりと死が降りてきましたね。さあ第2ラウンド、ちょっと優しい感じの反撃になってしまいました。画面端に向かって投げていきましたが足払いで割っていく、足払い痛いですね、完全にロボットじゃなきゃ足がいってましたね。くる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 からのジャンディ右足はいさら割っていく、さあ前はいさら打っていく、命がけの選択肢、金ですから、そう使って、真剣、じゃんけい、じゃんけいとつないでいくが、じゃん S、範囲から 2P、2P、足払いから背中に当てて戻して、はじい、コマンドが31年前の映画ってマジですか。さあ出し投げ応援眼から 2K に 2S か。主任権をここは強気に打っていきましたが画面足3000勝あれゲージしなかったね。衝動 25% プラスポーンで死んじゃいましたね。さあ勝ったのはTKC さんのグミヘヨンとなります。おめでとうございます。続きましてフモさんのエルフェルトとトゥーリオさんのイの A 万台でお願いいたします、ね、中山さんですが、B 万台でカフさんのラムレザルと試合をお願いいたします。フモさんの試合してるじゃあ終わったらやりましょう。今どこ試合やったんだか忘れちゃった。じゃあ俺と FAB さんやります。棚和田さん久しぶりにお願いしてもよろしいですか。あ、お久しぶりです。半年ぶりぐらい実況するの。ワンピー側は、まあ、おなじみの FAB ポチョムキン。ツーピー側はジョニーオジョニー。さあ開幕1本目。さあお互い様子見からスタートした。さあ飛び込みが通って奥手目すかし投げ1手目から勝負をかける FAB。 サイドヘッド受け身狩り連携だがバックステイ、そしてダストが当たっている。最速バースト失敗。しかしダメ足、まあ、バーストを早めに打っていく FAB ポチョムキン。大会の日本選手は結構早めにバースト打つのは重要ですね。2回使えるんでそんなところしっかり投げていく FAB 一本選手は FAB ポチョムキン。さあ2本目はさあ足割りヒットラインを上げて通常投げレベル2、そしてレベル2戻してスライ判断2段当たってしまうがさあパーティー潰し、さあそしてエースヒット確認からトレジャーハントコンボは失敗してしまうが画面は CG。 さあ体力大幅リードはジョニオ・ジョニーだが FAB が攻め立てる。さあここで立ち回りに戻って前スの無敵で逃げをかわしてさあ画面端で落としてレベル2、そして緊張上がりレベル3だった。 K が当たらない下段、そして投げれない。さあ一旦落ちるところ最後は2敗体育 1-1 タチケお今のは判定が伸びた弱体化のやつを受けましたね。今のはジャンプに普通だったら絶対人に勝ってましたね今までは。さあここはブリッツを待って 2K。 さあそして勝ち気で暴れて読み勝ったがここバースト。さあお互いバーストない状況だがさあこういうヒット、そしてバックスで冷静に立ち切りたいく冷静だジョニオ・ジョニー、そして投げをつるが、そして待っていたポチョマス、そして6回差し込んでしっかりコンボを決めてさあ次はどうする投げれないが状況リードはジョニオ・ジョニー。さあ体力ドットの FAB だがリアル根性値5のこの男まだわからない、まだまだわからないが一旦落ちこせない冷静だったが最後は下段ミスと勝ったのはジョニオ・ジョニー。素晴らしい試合展開でした。めっちゃ久しぶりに実況聞きました。またよろしくお願いいたします。じゃあふもさん A 番台でトゥーリオさんとお願いいたします。で B 番台どっちかしましたか。はーい。えマジですか。ふもさん試合で、あそっか本当だ。いや FAB さんはまだ全然試合あります。2番じゃない6番。今日ルーザーズどこで負けてもたくさんありますのでよろしくお願いいたします。どうしようかな。じゃあ TKC さんと七夕さん先やっちゃいましょう。どこで負けてもルーザーズがありますか、勝ちトーナメントは。さてさて、じゃあ唐揚げさんとカフさん試合をお願いしてもよろしいでしょうか。 B 番台です。唐揚げさん B 番台でお願いいたします。ひどいコメントを見た痩せてません。痩せます、すいません。10年の人をお願いします。TK さんの組むと七夕さんのスレイヤーですね。さあ投げていく超電眼から。この間も試合の方見てたんですけど、やっぱうわー当たっている。これは自動化でさあ調べている、素晴らしい。ジャンピー D から画面端に向かって足払いから、早野さんここバースト読みのダッシュ完成ジャンプでしょう。すごいボタン音が聞こえた気がするが、カチャカチャカチャーっと 2P が出るのかなと思ってたんですが、バースト DOT が飛び出しましたね。さあ大変のあーとファイルマンかー、そしかもしっかり拾えている、素晴らしい。落として体力一気に半分、中段アッパンシー足払いからのはやぶさ落とし。崩したいがゲージを吐いたが投げ返されてしまう。KSNS から一旦待つ。さあ超電眼、おっとジャンケーバースはここは当たってしまいましたが、球を打つかどうするか。次の球が打てない、残っていたジョーパイ当たってないですよ。ちょっと待ってください、頼むぞ。席を立ってしまった。これは危ねえ、どうなる ?CP からデッドアングル、まさか、わー終わりそう、どうなる超電眼かな、戻ってくるとはやぶさか当たっていると危ない。ちょっとワンチャン微妙だなとは思ってたんですが、本当に当たらなかったですね。さ勝ち確信で立ち上がったんですけど、ちょっと死んでませんでしたね。危なかったですね。なんかクソル君とドラ君の試合を見たのを思い出しましたね。七夕さん勝利、 TKC さんはルーザーズがありますのでお待ちください。どこで負けてもあります。はい B 番台勝ったのは唐揚げさん、が勝ったということで10番ここか。おじゃあふもさんできそうですね。 A 番台でいきましょう。惜しげるってひどいなあとなんかあ初めてですかあれ、まあ、確かになんかすごい感性ついてたんでどうかなと思ったんですけど、本当に当たらなかったですね3万1000円やって初の事故でしたしっかりね最後まで試合を見届けたから立ちましょうというね、いい試合でしたねここが6番で、ルーザーズの方はまだできないな。 A 番で OK、 A 番内ですが、こちらはトゥーリオさんのイノとデモさんのエルフェルトとなっております。こちら、負けてしまった方が、ルーザーズで FAB さんと試合となります。よろしくお願いいたします。でさあ行きましょう。試合の方はふもさんのエルフェルト、久しぶりのさんがとトゥーリオさんのイノとなっております。画面足引きずり下ろしてジャンプリーを使って逃げていきます。あっとハイスラ表現、バシ系からケミとジャンファインでここはコンボ決めて奥からの大きめジャンですからの現在これ以外の縦ゲームから拾っていく素晴らしい。拾えそうでしたがジャイソンエンテレスから立ち範囲すらダウン終わってここはタラバイヤ構えてデッドアングル返していきます。さあここはしのがないといけません。デッドアングルからキンスショットおっと崩して、さあだいぶ補正がどんどん強くなって全然減らなくなりましたが、この後はダメ出しおっ生きてたケミカルからどっちだガードしているアバイがジャンケンヒットまだこれ危ねえ前入ったら長谷川さんそこにいたんですかマジかあの距離で長谷川さんでしたね。イノツカイの長谷川さんへのこの信頼度が半端ない。うおっと投げていくその距離で長谷川やるのかっていうコメントの意味不明さがやばいですね。さあケミカル画面欲しい。さあジャンケン 2K からの画面上ここはきついがバスを読んで狂言から崩しました。縦ケミカルギニス縦ケミカルからも再びしかしここはうまく受け身を取ってニュートラルケミカルの反撃 2K 円形ですニュースここはパイを投げたが間に合わず音符がヒットして勝ったのはトゥーデさんのイノおめでとう、そうですね毎回読んでいきますね。さあふもさんと FAB さんですが B 番台ですいません連戦となってしまうんですが試合の方よろしくお願いいたします。じゃあトゥーリオさんと俺が A 番台ちょっと連戦ですがよろしくお願いいたします。ウィナーズトーナメント準決勝ですね。ちゃんとスラッシュって画面に出てから席を立つようにしましょうねみんなも。1P がジョニオジョニー 2P 側はトゥーリオイノ。お互い様子見そして頑張り潰しそしてバーストを打っていくジャンエスケミカル当たらずここはバーストを打っていく お互い早めにバーストを打っていく 3P タイプ落として奥攻め下段ガード下段崩れてしまうがしっかり拾って、トゥールさんやっぱりこのコンボ制度に定評がありますね。さあレベル3そして前ジャンプ通したテイクラッシュ落として中段下段を揺さぶってジャンプ D 日本選手はトゥーリオイの 6P 開幕がの読み合いが熱い。さあバースト2回目打って立ち回りさあコインヒットそして足払い指導痛い。さあつばいで落としてレベル3さあそして下段ヒット SKD つばいさあ体力1割中段ガードデッドアングルも読んで捨て投げ 1-1 さあ最終ラウンドバースト持ってるのがトゥーリオイノだがさあどうなる3本目足払い相打ち OK しっかりフォローは効いてるバースト読んでいるさあビオリも見えるが芝居で落としてそして当たってレベル3そしてレバガチャルビンセどころだがさあまだ殺せないかさあドットトゥーリオイノだがしかし対空ヒットジョニオ・ジョニーが冷静に上段対空決めて下がったなジョニオ・ジョニー悪い人間がいるだけだ女をマイナスに表現することブリッツマイクさんの周りで試した方がいいんですけどあそこ多分最大多分入んねえなと思って話しちゃいました。トゥーリオさんはルーザーズ8番になります。 TKC さんとこの後試合をお願いします。トゥーリオさんにもなんかめっちゃ久しぶりに勝った気がするな。つうことは俺と七夕さんかな。で B 番内勝ったのは FAB さんが勝っています。ほひこさんと FAB さんめっちゃ良そうな顔してます。 B 番内で試合をお願いいたします。じゃあ中山さん実況お願いしてもよろしいでしょうか。俺と七夕さん試合です。はい、では七夕スレイヤー対ジョギオジョギーですね。個人的にはスレイヤー戦はかなりちょっと苦手なので、ジョギオさんがどう戦うのかが楽しみですね。 FAB さんの実況もしたいんだけどな。ごめんなさい、ちょっと A 番台が優先なんですよ。許してくださいさあ違います。あ、すいませんさあ開幕はお互い様子見からの、さあやっぱり D ステをどうにかして止めたい。しかし前ステもある。さあどうするっていう感じですね。おーっとコイン当たるんですね。七夕さんはすごいコンボも研究されて、ケースバイケースのダメージをきっちり取っていくので、一瞬でも気を許すともう本当に致命傷に。おっと大事には至らなかった。流れが来ているさあ七夕さん、このスレイヤー戦はなんか勇気ある前捨てが結構通ったりするので、意外とそのバック捨て D 捨てだけではなく、そういう前捨て、あと低打、鋭い低打ですね、そういうのをやるとなんか一気に気づいたら近づかれてるっていう感じですね。あと他のキャラと違うのが、ダウンを取って勝負っていうわけではなく、エースが当たった時点でもう勝負が始まっているっていう、やべえ、駆け引きされるっていう感じはしますね。さあ、14あと1割、アンダープレッシャーのあれですね、この残りライフが少なくなると、あそこから強制2択から3択をされちゃうので、きついっていう感じですね。さあ、お互い様子見。さあここは遠距離戦、はジョギーがさすがに有利なんですけども、スレイヤーにマッパパンチですね、これが全ての距離を無視して、スレイヤー戦はやっぱりブッパって言われますけど、パイルを放さないと勝負にならないところもあるので、やっぱりどっかで放してはいきたいですよね。ゲージあるときしか打たないってなると分かっちゃいますからね終わりました。 FAB さんが終わりましたね。さあそうです、 2S がかなりスレイヤー戦は 2S がかなり有効という風に言われてますね。ただちょっと硬直が長くなったことによって低打を通してしまうというのがあるので、そこをちょっと抑えつつやりたいという感じはするんですけども、ちゃんとマッパを直破しているロックパンスレイヤー戦の沖のロックパンは多分全キャラみんな怖いんじゃないかなと思いますよね。死んじゃうみたいな。さあ足払いからちゃんと決めてダウンを取って、さあここの置き攻め、さあここで決まってしまうか。さあデッドアングルで返してスレイヤーが近づく、すかしゲダン。さあジャンケ長いですね。微妙にタッチハイスラーのヤーレ判定が前に出てきたことによってツバイドを微妙にかわしたんですけどもジョギがここはきっちり取って11。さあ足払い、さあスレイヤーはこう逃げてるようにして間合いを詰めるって感じですね。2回当たった。ジャーエースがボコ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 って初めて見た時すげえなみたいな感じで思いましたけど、今のを見ると連携強えなって感じですね。さあジョギが一気に近づいてライフを半分奪って一気に駆け引きをしていく。さあ D ステマッパを使い分けて一気に触っていきたい。触ってしまえばもうスレイヤーはもう何されるか分かんない。投げを匂わせた。バーストがやってしまった。これは終わってしまいましたね。よく見てバーストがあれでしたね微妙だったんですけど当たりましたね。お疲れ様です。大丈夫です。七夕さんはこの後、ルーザーズの、1回戦0回戦グループ0回戦1回戦グループ2回戦グループの勝者と試合を行ってもらいます。FAB さんとホヒコさんどっち勝ちました？全人類の半分に必要もうやるしかないと思った。FAB さん勝ちで、はい。じゃあこの後は全部 A 問題に行きます。まず、唐揚げさんのスレイヤーと FAB さんかな、同じところでまた当たりますね。A 番内でお願いいたします。これに勝ちますと TKC さん、トゥーリオさんと勝った方と試合をして、さらにその勝者が、七夕さんと試合をしていただきます。ちょっと試合実況お願いしてもらっていいですか。じゃあ FAB ポチョムキン対唐揚げさんのスレイヤーですね。さあスレイヤー戦は、ちょっと怒られるかもしれないんですけど、ポチョムキンがやっぱりポチョムキンとしてはちょっと安心するカードではありますね。あれあれ勝ってないのに台を立ち上がるのはちょっと NG ですよ。さあここから儀式を決めていく。さあ残り1割。さあこれダウン取られないんですよね。さあここから最後の攻めになってしまうか。スレイヤーとしてはどうにかを1回近づく。おおちゃんと見ている。この間合いは投げ回りだという反応の速さですね。スレイヤーとしてはやっぱりちょっと対戦中にこういうの言うのはあれかもしれないですけど、手だとを使い分けていくとちょっとポチョムキンとしては使ってて嫌だなとは思いますね。D ステを見てから投げている。さすがですね。ああ立ち合いが当たっちゃうんですよね、 D ステ関係に。なんでポチョムキン側は立ち合いを主軸として勝負をしていきたい。で立ち合いはでもスカッシャーの、手打で突っ込めますから、そこを勝負していきたいという感じですね。あーっとデコピンカウンター、これはおーっとっとっとラストが出てしまった。壁バンドではなかったんですけど、 FAB さんにも人間らしいところがまだ残っていましたね。さあバストさあそうこの勇気ある枚数がですね結構やられると嫌ですね。そうですね、手長かなりちゃんと見ている。同じ手は2度食わないという言わんばかりのハンマーホール。これつながんのびっくりしましたね。 FAB さんならではの儀式婚ですね。さすがですね。あの距離つながるんですかね。つながるとさすがですね。あの距離俺だったら妥協しちゃうな。やっぱ妥協してヒートになっちゃいますよね、普通の人間はね。はい、FAB さんといえば中山さんの実況って感じでしたね。続きまして TKC さんのクムヘヒョンとトゥーリオさんのイの A 番内でお願いいたします。こちらの試合の勝者が今勝ちました FAB さんとの試合を A 番内で行っていただきます。そしてさらにその勝者と七夕さんとやって敗者復活戦となります。よろしくお願いいたします。日本あれですね、 WBC 強化試合ですね。マジですか。ちょっとヤクルトスワローズが休養のシーズンはあんまりね野球見なくなっちゃうんですけどね。さあ、試合の方ですが、こちらはルーザーズあと3試合ぐらいですね。ちょっと強化試合は全くそういえばやるっつってたな、見てなかった。さあ TKC さんのクムヘヒョンとトゥーリオさんのいいのですがやばいマビ。おっとこれはガードになってなんとか抜け出したいが、縦ケミカルのタイプが非常にいやらしい。そしてバーストは絶対に通しません。トゥーリオイノがコンボを決めますが、メアジ12の3からジャンエス続いて落として、わあかっこいい。しかもゲージもう1回ある。素晴らしいコンボ選択でした。金バーストをね打ったものと思えば全然問題ないですね。さらにこのバーストを使うことによってジャンプリンホルキャンも使用できる、バーストが漏れなくなるっていうところがね、イノとしては強化点にもなりますのでね、使っていくのは全然ありでしょう。さあ早めさん危ねえためていたエンエスロマンキャンセル、キンエスニエス足払いから頂点が奥攻めを選択。リバーサルがねそこまで強いキャラクターではないので、この頂点が足払いからねガンガン攻めていくのはありでしょう。一気にいきます。最終ラウンドおっとマイハイソラ吹っ飛ばしてジャンエス、ジャンハイがザストロフ、ジャンハイタチケイケミカルから画面中央タチケイからのトークン下段しゃがみも渡って、さあ空中ダッシュつないで、さあちょっと PKC さんがバーストたまりましたが、どう切り返していくか。バースト使う超電眼、さあ音符強い。しかし超電眼もなかなか強い。遠距離差当たりませんが、これはガードしたくない。空中でガードじゃあ引っ掛けてどうする、うまい真剣。消えすいい判断。デッドアングルからどっちだ、2K が出たぞ。触って立ち合いさん2段目中段でした。バーストさあ頂点が爆発して残っている。この真剣間に合わない。どっちだ、着地下段を通していきます。クムヘヒョンをオープンでかなりめり込んだ感じでしたね。さあ勝ちましたのは、トゥーリオさんのイの連戦で FAB さんのポチョムキンとお願いいたします。そしてこの試合の勝者が七夕さんのスレイヤーと A 番台で試合を行ってもらいます。しっかりしてますね。先ほどはね 2P 側で試合をしていたトリオさんでしっかりじゃんけんにさあチームメイトが増えました。やったぜっていう感じですね。なぜかシングル大会3対1どうなるか。中山さん的にはこの組み合わせどうですか？やっぱきついですよね。1回は我慢、ワンチャンスでいける。そのワンチャンスが非常に遠いんですよね。まあ遠いですよね。あー、近づいてきましたね。ワンチャンスが来た。いやー、さあどうなる。画面端まず確かに返していく。だいぶそのトゥーリオさんもポチョムキン戦というか FB 参戦というかだいぶ試合数こなしているんで暴れ方がもう完全に人読みってところもありますよね。そこら辺をどうやって FB さんが止めていくか。あー、こちらも4度すげえバッターしかしガードしてさあどうする。背景からエリアル部分のコンボダメージは上がってるのもあるんですけど、さあ、亀梨、立ち切りから、あっと、じゃあ、前ジャンプ、先ほどのね、リターンの取れる飛び方ですよね。あー、バックステップの強力、さあ、お互いに相打ち、もう一匹、さあ、どうぞ、あ、結構減るな、しかもこれ、トリシューラまで来るやつだ、さあ、これは確定です、ブリッツ取って、あそこ、バックステップとか飛ぶとかしないともうだめでしょう、しかも、立ち切りは持続が長いので、バックステップしても引っかかりそうですね。そっか、もうあと一月で初めて爪が割れた日から1周年になるんですね。もうそんなに駆け抜けてきましたか、今年も。さあジャネス、立ち切りからポンプガードして、さあジャンプリー耐久潰し、ああ読まれてあぶねえケツどうする。ジャンプ黒のあぶねえ飛んでる。ポチョムキンバスター絶対切らない。うわーデコピン構えのまま、わあまずいぞー、素晴らしすぎる。なんだその判断は、天才だった。ジャンピー S から空中ガード不能の地上攻撃ガードして画面で、さあトゥーリオさんこのスキルも決めたいのでゲージがあるんですよね。この子 100%、 うわーとでまずいぞ。寄らないけど体力のくらいかどうかなということで、この後のゲージを持って死んだ。死にました。これやべえ、まとめられるやつじゃん、やだな。めっちゃ次の奥手のブリッツあるからどうしようかなって考えるとこですよねとか話そうとしたら死にましたからね。すげえ減った。勝ったのは、FAB さんのポチョムキンということで、七夕さんのスレイヤーと A1 内で敗者復活戦を行ってもらいます。減りましたね。減るわけでもなかったですよね。そう、無限の可能性がダメージに上乗せされてた感ありましたね。すごい、また3対1ですね。確かに先ほど第3でトゥーリオさんがそのまま七夕さんのセコンドにつくという形で、まあ、一体感を感じますね。一体感を感じるって、アスキーアートでしたね。あれがすげえ好きで。3K からさあこれバースト使っていきます。 AC 時代からだいぶ人読みしていたんですけど、ちょっとスレイヤーのキャラパワーがおとなしくなったというのもありまして、だいぶ厳しい戦いになっているかもしれません。うわさあ体力が逆転、ジャネスからマシピー池足払いからマッパンチ、どっち表、おおすげえめくりそらそうからクロスワイズゲージがなかった。これはやってないという人が多分ヒールキャンセルか何かだったんでしょう。多分まだ更新が残ったのかな。さあ足払いから冷静に 2P2K エンスからスライドヘッドジャンケンからスタッチ系が欲しい。あーとおっ、うん、浮きましたか。今浮きましたね。けど拾えないですね。さあまずいぞ画面端、おっと裏取った、裏回りニュース、いい判断素晴らしい。ジャンニ K からジャンビー、ジャンビーから落としてどっちだ、キンスウェルスツイートしていく、裏タクを思わせの正面から突破していきました。画面端マイピーから強利タクがあります。どっちだ、戻ってきたがこの距離はまずい。ゲージもねあります。あーとまだ耐えている。うーナシピースかします。まだ生きてる。さあ関は立ってコンボを眺めますが死ぬか。素晴らしい。席を立って見ましたがダメでした。というわけで FAB さんと俺が A 番台で2試合選手となります。よろしくお願いします。さあ FAB さん対ジョギオジョギーですね。個人的にはこのカード多分一番楽しみですね。ちょっとやっぱり両方使うからこのどういう駆け引きをするのかなっていうところをお互い期待したいですね。あ、ちなみに日本選手となっております。さあ開幕この距離はジョギーの距離ですね。ジョギー側が有利の駆け引きをしていきます。そうすると今みたいに大体2たす投げが通ったりするんですね。さあでもターンは流れは今 FAB さんにありますね。さあやっぱりタッチハイが嫌ですね。タッチハイに合わせてテーダーとかをしていきたいんですけども、やっぱりそうすると対空当たっちゃう。しかしポチョムキンバスター、やっぱりポチョムキンバスターファジーガードすれば安定だよって、まあ僕もちょっと聞かれた時とか言うんですけど、いろんなフェイクを混ぜられると完璧にファジーガードをするっていうのはなかなかいないですよね。そんな人いるのかなと。おーっと、さあ1回掴んでしまえばやはりもうやりたい方だ。あーっとちゃんと見てポチョムキンバスターを入れている。めくったにもかかわらずちゃんとバックステイを入れ込んでいる。ある程度頭に入っていますね。さすがですね。というこういう展開になるとですね、ちょっと公平に実況をしろと言われるとやっぱりちょっとあれなんですけども、おーっとジャイアンツはやっぱ嫌ですね。ポチョムキン側としてはちょっと昔の動画とかでジャンエスとかの差し合いをすごいしてるジョギー、誰かちょっと忘れましたけど、そういう戦いからとされるとポチョムキンとしてはチリチリチリしやがってみたいな感じでかなり嫌なんですけども、まあちょっと一気なダメージがつながりづらいんでなんともですけど、2敗ストラに対してちゃんとファジー暴れを入れてますね。タッチパンを入れて、さあじりじり近づいていく FB さん。さあここをいなして攻守交代をしたいジョギーではある。おーっと2敗空をやっていたがお互い2敗空で攻防してますね。さあこの距離になるとジョギーがちょっと辛い。おっとデコピン、さあちゃんとこの距離はジョギーの距離、ちょっとポチョムキン側は無理できない。あーっと2敗空カウンター上ミストですね。画面端限定ですけどもツワイトがジャンディが当たってダウンまで取れてしまいますね。さあ足払い、そう FAB さんですね、ちゃんとコインを見てるんですね。なのでちゃんとデコピンで返してくるので、うかつにコイン投げると、おーっと前下に対して投げ、すごいですね。前下に対してコインで前下に対して投げ、コインに対してデコピンってやられたら次どうすんのってなっちゃいますよね。うわー6回、あれちょっと確定臭いですよね。さあ暴れもこの完全に人読みとなってしまうんですけども、暴れるポイントを見て暴れさせないところからポチョムキンバスターで儀式、これはバーストだ。おっとピオルか、いやジョギーは根性値があるからピオルないと思ったんですけどダメだったーすごいですね。個人的にバーストヘブンリー狙いに行くかなと思ったんですけど、1、2、3、4、4人、そうですね、ジョギーさんには4人のパワーがついているので、このあ、これとは、あ、そういうことバーストかなっていう、バースト流れでバーストヘブンリー、バーストヘブンリー、あ、先に行ったそう、誰もがバーストヘブンリーだと思ったらガイガンだったっていう感じですね。独自FAB さんの頭の中には各キャラの気絶値の計算を常にしてるっぽくて、いやそれはそれでピヨンねえよとかたまに使ってて言われるんですけど、え、そうなんみたいな点ってなっちゃうんですよね。さすがですよね、そこまでやらないと勝てないんだよとかそういう話なのかもしれないですけども、そこまでやるとこんなに夢も希望もあふれるキャラクターになるということなんですね。すごいです。さあこの距離はやはりジョニー側が有利な駆け引きとなっている。ここを維持したい。あーっと空投げ、甘えた飛びは許さない。コインも許さない、前捨ても許さない。じゃあ何を許してくれるんだと。おーっとちゃんと俺の名打っている。さあここからはさすがにジョニーが攻めていく。さあ前捨てが、ああマイケが当たったけども、おいさあまた頭の中ではピオリ計算値が行われているのではないか。あーっと次カウンターしたらさすがのジョギーでもやばいのではないか。しかし体力的には五分五分。おーっと1回触った。さあここのゴムの駆け引き、この状態はさすがにジョギーが有利だが、おーうまい、あーミストが前上から突っ込んできたICPM で突っ込む、これはゲージあるときポチョムキンはやりがちですよね。ちょっとそれをちゃんと待ってて俺の名を見たジョギオさんの反応が素晴らしいですね。さっきからこのデコピンカウンターがトゥーリオさんの試合あたりからすごい目立ちますね。暴れ潰しでデコピンカウンターを使っているという、まあ、確かに理論的にうおえうわーやばい、あー決まってしまう。あーしかしそうなんです、あの距離の儀式はさすがにちょっと難しいんですよね。ちょっとディレイをかけなきゃいけないんですけども、いやその後の最速受け身で投げが来るっていう感じがすごい怖いんですよね。おーっとセトルハンちゃんと決めていく、コインも補充して攻めを重視していく。おーあ大丈夫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 。さあここからさらに差し合い、一気でライフを持ってった。しかしやはり状況的にはちょっとジョニオさんがフリーになっているけども、ここはワンチャンスを掴んでいきたい。立ち回りはさすがにジョニーが有利だ。うわーデコピンにすごいですね。ああこれは危険だ、バストがあるけどやっぱ使えないですよね。ここではすごいですね、デコピンカウンター率がちょっと異常なんですよね、さっきから。これはかなりちょっと呼吸を読んで動いていると思いますね。さあバックステして、ジョニーハイスラ系が若干硬直が多いので、ポチョムキンのバックステやられるといろいろ確定しちゃうっていうところあるんですね。そこをちょっとおっと前ハスラがさああれですね、ピオリッチが結構来てますね、ジョニーとはいえ。おっと位置を入れ替えて、これは素晴らしい。あれ結構君に不能時間が短いので入れ替えまではちょっと俺はできないんですけど、ジョニーさんちゃんとやりますね。しかししかしポチョムキンバッサーなんというか、これがやはり FAB さんの強さですね。人の読みとデコピンのカウンター率は多分読んでたんでしょうね。あいえいえ、ちょっとやっぱり弱いって俺の口からは言えないですよね。すいません、申し訳ないです。このキャラが弱いなんて俺の口からは言えないいやいやありがとうございました。優勝は FAB さんのポチョムキンとなりました。いや FAB さん何回も勝つの無理だよまだね、全然足りてないもん、実力。頑張んなきゃ、ジョニーがこんだけ強くて、こんだけですからね。頑張りましょうというわけで、